KNSN。閉店間際のお店に行ったら、商品を一つおまけでくれました。おかげで腹いっぱいになっていろんなところがバーストしそうですが、小さな幸せです。はい。お晩でございます。今日もウルティマ4、クエストオブアバター27回目ですかね。まあ、行きましょうか。いや。何時間やってんでしょうね。なんか60時間超えたっぽいんですけど。まあ、いっか。あ、監修業務お疲れ様です。閉店間際のお店に行ったら商品を一つおまけでくれました。お、いいですね。在庫処分でしょうが、そういったね、気遣い、とてもいいですね。おかげで腹いっぱいになっていろんなところがバーストですわ。なるほどね。複数箇所ってことか。小さな幸せ。うん、いいですね。そういう細かいところ、ほんと嬉しいですね。いや、ほんと監修業務お疲れ様です。いや、なんとなく始める前にこれ眺めて、全然ほんと序盤なんだなーと思っちゃって。ねえ、がっかりしますね。現在の進捗ですけど、ルーンマントラが揃いました。で、徳は1個だけ入手しました。で、どこだっけ？写本の場所に入るために必要な、アイテムが2つしか揃ってない。で、前回、ダリ入手しましたと。で、銀の角笛と骸骨、モンデインの骸骨は不明。まあ、今回は骸骨入手ですね。骸骨とナイトシェード入手したいところ。あと、銀の角笛に関しても、なんか情報あった気がするんで、それをちょっと語りたいかな。うん。角笛は神殿の悪魔の衛兵の前を抜けるね必要。デミトリーに危険。デミトリーって誰だろうデミトリーって誰ですかね。うん。マジンシアなんて。マジンシアか。まあ、バッカニアズ伝もう一回行ったら、その時にまた、調べましょうか。なもんで、今回は、あそこの名前なんて言ったっけ？あの町の名前は、ミノックか。ミノックの、ムーンゲート、モンデインの骸骨、ナイトシェード。で、できれば、マンドレイクの最終場所。それも知りたい。じゃあ、行きましょうか。で、取り込み変えて、エミュレーター起動して、リセットかけて、BGM をオン。で、ディスク入れ替えて、さて、今回ちょっと食料を追加で買ってこようか。いや待てよ、ここ食料屋さんなかったような気がするけど。食料屋さんここないっぽい。アイアンワークス。そうだよね。この人はなんか、作ってくれる魔法の鎧が今後の旅に必要だ。配備してどうたらこうたら言ってましたけど。鍛冶屋。うん。腕のいい。武具。私が作ったものを最高。武具を探しかい。最高。あ、はい。売り場で聞いてみな。うん。武具。ノー。あ、ノー。フーム。一応、オーブ返しにしてみる。ブー、イエス。売り場。うん。オブンド。あ、おめでとうございます。アマプラに電脳コイルが来たせいで、今日1日が潰れた。昨日、ちょっと私は読み損ねましたけど、書き込みに電脳コイルが来たっていうのありましたね。私も今日知って、掲示板読み直して気がつきました。で、ウィッシュリストに放り込んであります。私も見たいと思うんですが、なかなかに、これですね。電脳コイル。すごいですね。まさか、電脳コイルが来るとは、NHK がやっていた、ね、本格 SF ですからね。そういう点でかなり価値が高いし、私昔全話見切った記憶ないんで、そういう点でいいですね。ああですね。ほんと未来が、ね、Google さん開発やめちゃったんで、いや、やってるのか。でも規模縮小とかそんな感じでしたっけ。そういう点で残念ですね。マットの本気だからね。あれはいいものだ。なんともちょっと未来が遠のいた感がありますね。あ、電脳コイルってマットハウスなんだ。なるほど。だからあんなすごかったんだ。そうか。ってことは楽しみにしましょうね。私全話見切ったことないから、そういう点で楽しみですね。SFというだけでも楽しみだし、マットハウス制作ってことでも楽しみだし、なかなか期待が持てますね。Google グラスでイングレスやれたらすんげえ楽しいんだろうな。電池消費やばそうだけど。いや、リアルタイムで挙動不審な人になりそうですね。リアルでバーチャル世界に生きてるっていう、そういう状況になるってことか。本当にエージェントですね。電池消費ね。メガネからケーブル伸ばしてバッテリー背負ってるような状況で遊ぶんでしょうがね。なんかいろいろ面白そうですね。でも電脳コイルもリアル世界でやばい小学生ばかりだし。あれ、そんなでしたっけ。ほほう。もう設定とか覚えてないし、改めて一から見直しですね。電脳コイルか。すごいな。NHK であんな SF 放送できるんですからね。なかなかですね。喉痛い。よいしょと。何かあった気がするな。電脳コイル。ああ、メモ的にはそれくらいか。すいませんね。ボケーっと鋼の錬金術師見ていたら、何もできなかった。何を聞けばいいんだ。電脳コイルも好きだけど、個人的に NHK でマットといえばあずきちゃんなんです。秋元康原作でしたっけ。懐かしいですね。主人公ゆかなでしたっけ。まあ、当時は野上ゆかなだったかな。懐かしいですね。私的には何だろう。NHK でマットといえば、カードキャプチャーさくらか。あれですかね。前、BS でしたけど。懐かしいですね。まあ私的には、学園責務寮が一番好きでしたけどね。佐藤純一監督の特殊演出の実験作みたいになってましたけど、あれの完成形がなでしこですね。その後はなんか、結構普通な演出に戻ってしまって、ね、癖がなくて見やすくなったけど寂しいっていうね。あ、どうでもいいですか。すいませんね。作ったものは最高。じゃあ最高はわかんない。なんだろう。この人ってこれだけ？なんかもっと、ああ、武器だったらあれか。何でしたっけ？魔法の武器。魔法の武。なんて言ったっけ？神秘の鎧。神秘の鎧。あ、聞けた。彼は言った。そう、神秘の武具さ。それと、鎧、サー・サイモンとレディ・テサに差し上げたものが中でも最高。この人作ったやつなんだ。ちょっとこれ、スクリーンショット撮って。サー・サイモン・レディ・テサ、誰？サー・サイモン。サーってことは、あれかな。蛇の城にいる騎士の誰かかな。サイモンと、あずきちゃんもっかいみたいな、夏いな、おじさんになったな、悲しいな。懐かしいですね。あずきちゃんあんまり見た記憶ないけど。うん。アマプラに来たら見るかもしれない。懐かしいですね。神秘の部分。それと鎧。あ、武具って、桜のせいで、道を踏み外しちゃう大きいお友達が多数出ましたな。武具っていうのは武器と鎧の合わせたものじゃなくて、武器のことなんだ。実は桜を眉間なんですよね。なるほどね。なるほどね。桜は結構長いですからね。長いし、劇場はまだあって、ほんとアマプラとかに来てくれないことにはなかなか手が出しづらいやつですね。あと新しいやつ見たことないっていうね、私は。ねえ。まあ面白いんで見てもいいんじゃないですかね。全然ありですね。踏み外しちゃう。懐かしい。NHK の、ね、罪作りな NHK っていう、それを表してますね。でもマットならマスター・キートンかモンスターかな。うん。あ、あれマットだったんだ。へえ。両方とも浦沢直樹作品ですね。なるほど。あれってマットハウスだったんだ。あ、でもスーパーボールリカちゃんは見てました。花ほじ。私、名前でしか聞いたことない。なかなか通なところをついてますね。なかなかですね。サイモン。テッサ。ダメか。鎧。ああ、つまり今の二人に聞けってことか。どこにいるんだろう。これもしかしてこれに話しかけられないよね。これダメか。展示品の鎧に話しかけるっていう。モンスターは原作いらないレベルで忠実だったような気がした。70はくらいあったような。ありましたね。私は原作見たことなくて、アニメだけで見てましたけどね。途中ちょっと、だれてるところありましたけど、前編通してすごく面白かった。まあ、せいぜい50話だろうと思っていたら、まさか、第6期、第7期ぐらいまでやるとは思わなかった7機じゃないか。7クールか。まあ、実質6クールか。すごかったですね。この辺の人関係ないな。一旦いいか。ちょっと食料ないんで、食料買いに行きたいですね。また戦闘か。あ、しまった。まずは、ムーンゲートだ。ムーンゲートは、右上でしたっけ？まあ、戦闘をとりあえず終わらせましょうか。お金があれば、装備品を更新したいんだけど、さすがにスリングとかはないですよね。上。待機して、あ、間違った。上。今日、リレーが不安定ですの。さっき紫ちゃんがいたのですの。あ、ラジャ。ピアキャストリスナーの皆様。不思議の実のナディアで転んだな。ネットとかない時代にアニメ誌とか見たこともないやつに向かって。ああ、すいません。原作改訂2万マイル。とか、読書好きで SF 好きならお面白そうと思っちゃうよね。日本のリレーのうち、上から3つ目、そこから消した結構続いてるところに、紫が いらっしゃいますんで、ちょっとリレー確認して、紫の旗を切って下流に回していただけると、ありがたいです。リレー隔離、お願いします。ナディアで転んだな。あれ、なんか私と同じ人がいる。直下にいるけどまだ尻は空いてんぜ。お、素晴らしい。遠慮なく利用させていただきたいですね。あれ？ムーンゲートどこだったかな？あ、ぐるっと回っていくのか。あと食料ないんで、まず食料から。いてー。いてー。ユーズ、ダリン。あれ？ここでは使えない？上。ああ、そうそう。今日はツイッチ側は、リストリーム経由しないで直接データを送っています。ので、昨日みたいにブチブチしないはずですね。多分。今日ブチブチするようだったらば、まあ、原因は、うちの回線か、もしくは、ツイッチ側が本当に悪かった。そういう方向だと思う。よし。ユーズ、ダリン。あれ？ダリンは使えないんですけど。ダリンって使い捨て？ありますよね。ユーズ、ホイール。あれ？ユーズ、ダメだ。使えないって言ってる。なんで？ギャー下。君が行った方がいいか。電脳コイルの妹の動きがトトロのメイちゃんそっくりだったんだけど。ほうほうほう。劇場クオリティのアニメーションしてるってことか。ナディアが90年か。この頃にはすでにアニラジ聞いてどっぷり世代だな。字の流れは恐ろしい。私もまさにその世代ですね。懐かしい。今ではもう、アニラジなんて全然聞けませんからね。そういう点で、もう過去ですね。渦が逃げてる。その船もう使ってあるんじゃね。やっぱそういうことなんでしょうかね。それゆえに、そのうち HP 回復しますかね。いや、そうでないと困りますよね。ああ、そっか。一回使ったやつにもう一回使えないっていうのあったし、一回使ったやつにもう一回使えたら、HP 回復の手段として使われるから封印されてるっていう。確かそういう系ですよね。よし。ちょっとなんかいるんだけど。ちょっと、なんで自分が行きたい。実写版テラフォーマーズ見て感想をお願いします。あれ昨日試してみたじゃん。ああ、知ってる、いつものやつだよね。書き込みに部員で操作とどまるのシュール。あ、すいません。咳した時に止まってましたね。なるほどな。マイク切れてるから何言ってるかわからんけど。ゲームパッドでミュートしてるんで、チャタるんですよね。それで喋っていても聞こえないと。まあ、ホイールについて言ってました。まあ、要は、ホイールをうまく使えば HP 回復できるんじゃないのかとか、そういうことですね。どこだっけ？下でしたっけ？いや、これ武器防具屋だな。ここで買うしかないか。うん。F。100。いや、もっと買っちゃえ。F。110。はい。そういえば、ここの人たちってなんか秘密がどうたらこうたら言ってましたよね。何だったかな。この町の名前はスカラブレイかな。違いますね。トリンシックですね。メモしてない。そういや、ムーンゲートとか言ってたの、散歩吹いたら忘れちゃったね。いや、食料はなかったんで、食料買ってから行こうと思って。そういうことを言ってるんだろうなぁと思い、なるほどなぁと。操作とどまると何か言ってるんだろうなぁとはわかる。なるほどね。すいませんね。ちょっと食料が乏しかったんで、食料を買ってから、改めて、ムーンゲートに行こうと。そういうことを言ってました。その段階からマイクがミュートされていたのか。あ、やべやべやべ。これほんとキーのバッファーやめてくれませんかね。畜生が。どういう意図でバッファー入れたんだろう。した。はあ、この船の風向きシステムとかね、ほんといらないのに。まあ、せめて気球だけに通用するとはしてほしいな。この後、この無駄に高いエンカウント率とかね。まあ、エンカウントというか、まあ、エンカウントか。シンボルエンカウントなのに敵が湧きすぎて、タクティカルコンバットを毎回やらされるっていう、このめんどくささ。よし。あ、もう、ウィンドウ。まるで黎明期の無線キーボードを使っているかのようだ。私持ってるロジクールのやつ。敵は8方向に魔法打てるのに、こっちは4方向とか、本当にあれ。チャタリはあんまなかったですね。どっちかって言えば認識しない方が多かったですね。硫黄と血の苔。血の苔。キャスト5、ウィンド、あれ？あ、9じゃないや。キャスト5、ウィンド、北風。敵は8方向に魔法を打てるのに、こっちは4方向とは本当にあれ。いや、でも、まだ今作はマシになってますよ。だって、前作までは、近接しかできない敵も斜め方向に攻撃できたのが、今作だと4方向にしか攻撃できない。これだけでもすごく大きい。あと、前作までだったらば、敵は8方向じゃなくて、こっちがどこにいようと敵の攻撃命中したんで、敵の魔法命中したんで、そういう点で、制限が加わったっていうことは大きいですね。ほんと敵やりたい放題でしたから。ああ、もう。ぬるゲーやな。いや、これ、いや、まだぬるいというか、まだ結構きついゲームだと思いますけどね。今までが戦闘辛すぎたっていう。まあ、決めていっか。あ、間違った。はあ、せっかくウィンドの魔法を使っても、速攻、風向き変わっちゃうとか。今なんかいたな。こっちだな。いや、違うな。右か。うおーおー、東風。行き過ぎた。やべ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 。あ、フレンドリーファイヤーで死んだ。あと、キーのバッファが効いて操作できない。畜生。はあ、やっぱりな。ほんとウルティマって面白いのに問題点多すぎですね。なぜこうしたっていうね。しかし進捗がわからんゲームよね。8人目まだか。8人目はお金があれば早々に仲間になりますけど、いくら小じきに寄付すればいいのかわからないんで。数は使ってなきゃ楽しい状況になったのに。早々に船沈んでますからね。それやった場合。あ、ちょっと移動できない。あそこだよな。ああ、わかったわかった。根本的に間違ってた。助けてー。ここだ。なんか食料買ってきても、ここにたどり着くまでで、ほとんどなくなっちゃうんですけど。うん。毎度思いますが疲れそうな移動方法ですね。疲れますね。指が凄まじく疲れますね。だって押しっぱだとキー入力のバッファン引いちゃって、敵が近づいてきたりも、攻撃したりとか方向転換しようにも、バッファが残っちゃって操作不能になるんですよ。敵がもう密着しちゃって、戦闘になってやっと操作できるとかなっちゃうんで、移動するときは連打しなきゃいけないっていうね。このゲームの欠損ですね。欠損の一つですね。おい、逃げるんじゃない。やばいやばいやばい。ああ、もう、畜生。はあ、まあ。それでも、ダンジョン攻略始めれば、そこそこ進むんじゃないでしょうかね。石が手に入れば。まあ、石手に入っても、アビスに行く、言いづらいな、ハビスに行く、ための条件が揃うだけで、まだまだ、得が揃ってないし。こっちも。あ、ありがとうございます。戦闘終わったら2つ、確認しましょう。はあ、なんでほんとめんどくさいシステムばっか積むのかな。めんどくさいシステムは一つとかで十分なのにな。会話だけでもめんどくさいのに移動するために、あ、違う、めんどくさい要素を上げればきりないですけどね。会話システム、タクティカルコンバット。あ、エンカウント率が高すぎるのにタクティカルコンバット。あと何？あと、この得のシステムか。やっちゃいけないっていう制限が多すぎる。理不尽な制限が多すぎる。あ、倒せない。よし。ああ、毒沼じゃ取れないな。確かゲートはこっち。ほら、来るな、来なさい。右。あ、すいません。戦闘終わったけど、そのまま続けちゃった。上。ウルティマシリーズでも特に評判の高い4っていう話ですけど、私の印象はすごく悪いんですけどね。どうなんでしょうかね。一作目ぐらい自由奔放にむちゃくちゃなシステムっていうかゲームの方が面白かったな。これなんか表示がおかしいな。キルスティッキーかな。違うな。何被ってんだこれかな。ウルティマ終わったらファンタシースターマラソンでしょ。ファンタシースター私持ってない。ファンタシースター PS ストアとかで売ってるんでしたっけ？持ってないですね。持ってるのは PSP のファンタシースターオンライン。違う。ファンタシースター、まあ、PSP のファンタシースターだけですね。こっちの方がいいか。プレイステーションクラシック、ゲームタイトルの動作にオープンソースの既存エミュレーターを使用か。何それ？PS だから EPSEX とか？へぇー。あの類って結構 GPL だから、総数請求すればもらえますかね。絶対やってる人いると思いますけど。へぇー。そのソースに大きな手を加えているかは明らかになっていませんが、それを踏まえると、エミュレーションの精度や各種機能などについては、同エミュレーターに近いものになっている。ほぉ。PCSX、AR モッドか。FZ みたいなゲームを楽しめる人間は、箱庭ひり投げられゲームの方が好きなんじゃないかって思うんですよ。でも私の場合は、あまりにフリーハンドでね、やられると結構困っちゃうんで、ある程度制約欲しいですね。フォートゾンビ、脳内妄想ゲーですからね。手を加えていてもソース改造ね、もともと作ったもので、GPL だったらば、手を加えたものであっても、公開しなきゃいけない。ただ、公開に必要な費用とかは、請求しちゃいけないってことはないんで、ものすごい額請求されたりしそうですけどね。まあ、ねえ、本当に出してくるかどうかは不明ですが。へえ。非公式、エミュレーターの公式製品上での利用ね。公式がエミュレーター使うのか。まあ別に使っちゃいけないって理由はないし、ちゃんと使ったっていうことを示した上で、総数開示を知れば、ね、特に問題にあることじゃないですよね。任天堂のは自社開発エミュだったっぽいね。すごいですね。さすが任天堂。さすがその辺はしっかりするんだ。ソニーの手抜きっぷりってやつですか。ほー。PS クラシックの利用する自由ソフトウェアのライセンス表記一覧に PCSX の名前が確認できたと。ってことは一応使ってるってことは書いてんだ。あ、だったら別にね、問題になってくるのはソース開示するかどうかですか。へー。あ、なんちゃらってこれARM エディションか。つまりこれ ARM 移植バージョンか。スマホバージョンですね。ソニーは PS エミュレーターに対し悪名高いスラップ訴訟を仕掛けた歴史からありましたね。ブリームでしたっけPS のエミュレーター。あれ訴えて潰してましたよね。あ、そうそう、これブリーム。これ。ありましたね。うん。へー。エミュレーター昔潰しておいて、今は利用するっていうね。なんかすごくソニーらしいですね。いや、ありがとうございます。ということは、うまいことすれば。ソニーがオープンソースの使ってるってのが笑えるよね。ね、自ら潰そうとしていたものを自ら使っちゃってるっていうね。ソニーもなんか、しかしこうなるとエミュレーターじゃない、という結論に到達しそう。まさに、PS クラシック、中身、要はスマホなんでしょってね、そうなっちゃうわけで。そういう点で、あの存在価値は何かっていうね、それですよね。あ、すいません。申し訳ない。まあ、考えられる今後としては、早々にハックされて、自分で好きな ISO イメージ起動できるようになるとか、そういう流れですか。いじったソースが出てきたなら、よりいいプレイステーションエミュが出るかもしれんの。ああ、確かにそうですね。公式が、内部を知り尽くしてる公式が手を入れたっていう点で、ねえ、さらに精度が高まった PS エミュ。そういう点で面白そうですね。ただ、そういった場所、そういった部分って、分離されていて、ソース公開の例外的な部分に入っていたりとかしそうですけどね。スタティックじゃなくて、何でしたっけ？シェアドリンクしたって。で、ハックされて、ソース吸い出されて垂れ流される可能性。なるほどね。確かにそれもありますね。今時のスマホユーザーは CD すら吸い出せない方々だし。いや、何の冗談でしょうね。CD すら吸い出せないって。ああ、パソコン持っていなかったりするとそうか。なんか最近みたいなやつだと、CD プレイヤーに SD カードのスロットついていて、イメージファイルを、イメージじゃないな。MP3 なりのデータを作ってくれるっていう、そういう機械も売ってましたね。そうか。そうか。CD 吸い出せない。なるほど。そういうもう技術的な、ノウハウ的なものがないと。今時ユーザー吸えないならダウンロードすればいいじゃない。そうそう。ダウンロード販売に移行するっていう理由にもなっていて、本当にもう世代的に CD 自体、もうレガシーなものになっていくんですかね。まあ私もCD 買うことまずないけど。はあ。なるほどね。ああ、CD 吸えなくても、ダウンロード販売。PC ですらドライブついてないし。ダウンロード販売なり、YouTube っていうですか。もしくはストリーミングですか。あ、そうなんだ。ドライブついてない。ああ、そうか。確かに、パッケ売りのメディアとかでも、CD じゃなくて USB メモリーがついてたりしますからね。ああ、言われてみればそうだ。私もWindows 10インストールするとき、CD じゃなくて、USB メモリーに入れて OS インストールしてるし。もうそういうものか。ああ、確かに CD よりも全然 USB メモリの方が、ね、うちの BTO の PC も光学ドライブついてないよ。容量でかいし、何でもアクセス早いし、シーケンシャルも早いか。光学メディア、そんな利点ないですね。まあ、複製っていうか、単価が安いっていう、それだけ。うちの BTO も光学ドライブついてない。ちょっと怖いですけどね。自作で光学ドライブなしってのは。あ、でも、USB メモリーあれば困んないか。昔みたいに、ね、OS インストールに CD 必須とか、そんなわけでもないし。そういうものか。ダメだ。ダメだ。なんか、すごくカルチャーギャップを感じる。持ってるから平気平気。なるほど。確かにそれなら OK ですね。パソコンで、動画見られないじゃないってね、そうなっちゃいますけど。まあそういった、まあレンタル自体もなんか社用みたいですし、ほんと光学メディア自体がないか。最悪 USB の光学ドライブ1個予備にあれば問題ないでしょ。そうそうそう。全くもってそうですね。1個あれば流用しやすいし、そういう点で、まさにそうですね。内蔵しなきゃいけないっていう理由で、ね、パソコンのケースが大きくなったりとかね。プレイステーション3や4で見ればいいしの。あ、そういえばそうだ。PS3 で見られるんだ。そうでしたね。確かにそうだわ。わざわざパソコンっていう理由はないのか。なるほど。本当に光学メディアが消えていく運命にあるんでしょうかね。なかなか面白いですね。あって当然だと思っていたものが、今だとむしろ、ね、ない方が普通になってるってよね。Linux さん、プレイステーション4持ってたの。4はないですね。3ですね。うん。ブルーレイ再生ソフトの PC 版はほんとクソだからな。バージョン上がるたびに請求祭り。うん、そんなひどいんだ。なんかライセンスめんどくさいって話は聞きましたけど。光学ドライブないとザレズマン遊べないしな。確かにディスク認証系が問題出てきますね。なるほどなるほど。ちょっと古いゲーム遊びたいならば確かに必要だ。ウルティマ9遊ぶにもやっぱ必要ですからね。そういう点で、まあ、古いゲーム遊ぶ人間にとっては、光学メディアは必須だ。うん。レジメントどこに置いてあるかな？多分、箱に入ってると思うけど。いや、すいませんね。ありがとうございます。あれ？確かこの辺じゃないのかな？あれ？満月になったけど出ないな。あれ、場所間違えたか。ISOにしてマウントさ。今じゃデーモンツールもいらんしね。ああ、そっか。OS でも標準で対応してるんでしたっけ。あ、間違った。ここじゃないや。もっとこっちだ。この辺じゃなかったっけ。あ、やべえ。そっか。骸骨は新月でしょ。私は、もうデーモンツールとか、使ってなくて、なんて言ったかな。イメージドライブ使ってますね。イメージドライブっていうツール。もうデーモンツールとか、ザレズマンはディスクレスにするとマルチができないよな。ああ、マルチができないレジメント。それは結構空用ですね。となると、必然的にディスクレスは不可ですか。なるほどね。ディスク、昔、スタートアップメディアで買った、セガのソニックヘッザーヘッジホックコレクション。あれ、赤狼のおかげで遊ぶのがすごくめんどくさいんですけど、ノー CD パッチってないんですかね。私持ってるバージョンとノー CD パッチのバージョンが違っていて、当てられなくて、まともに遊べないんですよね。だが待ってほしい。レジメントでマルチをやるプレイヤーがまだいるのだろうか。それに対しては対等レジェンドは、豆使えば普通に遊べるっていうね。あれは良かった。セガはきつすぎる。レジメントでマルチやるプレイヤーはまだいるのだろうか。いるんでしょうかね。私できるけど。まあ、ポートとか開けなきゃいけないし、すぐは無理ですけどね。ねえ。来い。右。左でいっか。いてー。上。そういえばヘルゲートロンドン、違う、ヘルゲートロン、いいのか。スチームで販売する。配信したら普通に渦まるよ。ヘルゲートロンドン、なんかアップデート発売前に入ってたみたいですね。チェンジログが上がってました。一応ちゃんとやる気があるみたいですね。私が配信したら普通に埋まる。埋まりますかね。私、昔遊んだ時は、生き物選手と二人プレイだった気がしますけど。どうでしょうかね。よいしょと。ここだったかな。シングル用に調整とかしてるんだっけか、ヘルゲート。みたいですね。でも、マルチ、結局どうなったんでしょうね。さすがにマルチがないヘルゲートロンドンって、面白さが相当なくなっちゃうと思うんですけど。ヘルゲートロンドン。まあ、かっこヘルゲート東京か。ヘルゲートロンドン。あー、情報収集中だけど、やっぱ、未だにシングルプレイヤーですね。ほらほら、ヘルゲートロンドンリリースアップデート。ちゃんと更新してるんですよ。あ、レベルキャップの解放とかか。シナリオ。なんか相当水増ししてますね。だからマルチについては特に書かれていない感じ。レベル20から50へのスピードが3倍当て。あ、これ本当だ。リーチングレベル20 to 50 become 3 time faster これなんかディアブロ3みたいに速攻早々にあれですか、レベルキャップに達してトレハンしやがれっていう、そういうことですか。まあレベルキャップより55なんで、そこまでは行き上がらないのか。ほう。まあ一応難易度的なものも上がってんのかな。ディクリースディフィカルティーオブナイトメアのヘルモードです。高難易度。ナイトメアとヘルの難易度の難しさダウン。なんかね、これちょっとポイントでしょうかね。これもしかして一人プレイ用の、FPS キャラやるなら普通にボーダーランズの方が数段面白いな。一人プレイ用の調整としてこれ難易度下げてるんじゃないですかね。これ。難易度下げる必要ないですからね。ああ、なんかすごくマルチがない気がしてきたな。はあ、なるほどね。ありがとうございます。チャンピオンクラスのモンスターいっぱい出るを。あ、なんかなんかモアチャンピオンクラスどうたらこうたら書いてありましたね。ねえ。あとマジックアイテムがどうたらこうたらとか。一応遊びやすくはなってるんだ。FPS キャラやるなら普通にボーダーランスの方が数段面白い。それは言っちゃダメですね。基本的に同じようなもんですからね。We are happy to introduce Hellgate. ロンドンシングルプレイヤーオンスチームってあるからシングルゲーやな。あ、ってことはもう確定なんだ。なんだ、マルチがないHellgate ロンドンって。ほんと修行みたいなもんですか？精神的な修行ですか？はあ、期待すべきは有志によるマルチモッドとか、そういうやつですかね。出るかな？まあ、ヘルゲートロンドン今更感あるし、あんま期待できませんかね。公式がやってくれないと、さすがに難しいですか。なんかちょっとプレイしてると悲しくなりそうですね。ねえ、あれヘルゲートマルチゲーだよなーっていうね。まあ、昔出たバージョンだと、パッケのバージョンだと、拡張買わないとマルチ遊べないんでしたっけ？まあそういうの考えれば、まあね、初期の頃のヘルゲート遊んでいたと思えばって感じなのかな。ひたすら悲しいですけどね。うん。まあ、発売して、もろもろ情報出るのを待ちましょうか。あれ？いや、これスキップしても、スキップしなくても、月の変異は変わらない。変異は変わらない。なんか日本語おかしいな。日本語いらないからマルチくれ。全くだ。ヘルゲートロンドン別にストーリーとかどうでもいいですからね。そこがコアなゲームじゃないし、コアな部分じゃ、ゲームのコアがそこじゃないですからね。ハクスラ、ほぼ無限にバリエーションが出てくるアイテムっていう、そこにゲームの核があるわけだから、ストーリーなんて別にディアブロ同様に、あ、そうなんだ、言われて初めて気づくっていうね、その程度で十分ですからね。それでもマルチを省いてしまったのは、そこまで開発にお金がかけられなかったってことですか。売れれば、作ってくれるのかな。まーった骨だ。うん。上。上でいっか。畜生、逃げるならとっとと逃げてくれ。違う、上。よし。OK。で、君はどう動くのかな？あ、来るんだ。よし。セーブして。ムーンゲートの出現がないな。あれ？ここってムーンゲートどこに出るんだ？やべ、中いた。なんかムーンゲートこの辺に出た記憶があるんですけど。おかしいな。この辺かな。と上。はあ、早く勇敢だかの徳を取って戦闘から逃げても構わないようにしたい。上。ほい。OK。間違った。よし。はい、いらっしゃい。よし。いやー、ここで戦いたくないな、縮小。こっち。上。右。間違った、移動だな。移動じゃなくて攻撃しないと。違う、上。よし。あ、ここ平地か。敵のいる位置で戦うのか。いや、そういうわけでもない。ああ、違う、敵いない。上。当たらないんですけど。よし。一旦休むか。セーブして。海で戦いたくないんだけどな。まあ、やるか。ああ、敵いないし。上。まあ、上でいっか。違う。海の敵倒しても宝箱落とさないから全然美味しくない。あれミノクのところ、なんでないんだ？場所間違えてるのかな？ミノクのムーンゲートはこの辺にあって、で、さらに、満月の時に、左の月が満月の時に、行けるようになるっぽいけど、もしかして場所違うのかな？いやー、ここだよな。あ、今なんかムーンゲートらしきものが見えたぞ。あ、両方とも満月だ。上。ああ、うわ、違う。よし。で、ムーンゲートあるんでセーブして。ああ、しまった。これダメだ。間違ったとこ行った。両方とも満月の時じゃないとダメなんだよ。これどこ？これはマジンシアだ。マジンシアは、ちょっと待った。そういえばマジンシア何か知りたい情報あった気がする。せっかく来たんだし。あ、銀の角笛だ。銀の角笛でデミトリン系っていうのがあるんで、ちょっとそれ聞きに行きましょうか。あー、しまったー。まあ、ミノックに戻らないと。やらかした。セーブして。デミトリーってどこにいんだろう。バーチュバーン。の角笛。角笛。ダメか。確か蛇は戦闘になっちゃうから、角笛。ネードさん。血をもたらしている。あ。いやー、毒。まあいいか。スリムさん。頭蓋骨。ブーザー。幽霊。どっか通り抜けられそうなところはないか。ちょっと結構派手に減りますね。ミックス、キュア、A, B, C, B、間違った。キュア B, C、キュア B、C。先ほどまで談笑していた相手を、躊躇なく瞬殺するクス。だってあっちから殴りかかってきたんで、ねえ、それに対しての攻撃なんで、正当防衛のはずですね。キャスト5、キュア B、キャスト5、キュア 3、キャスト5、9は5、キャスト5、9は6。幽霊に話聞いてもわかんないし、骨かな。これ8つのルーを集めるのが目的だっけ？今いくつくらい集まってるんです？8つのルーのを集めるのは1つの目的。いっぱいある目的の中の1つですね。で、ルーンは、全部集めました。ルーンとマントラが2つあれば、あ、違う。ルーンがあれば、徳を得るのに必要な、神殿で瞑想しなきゃいけないんですけど、瞑想する神殿に入れる。で、瞑想した後にマントラを捉えることで、徳を得られる。3回瞑想すれば、徳が得られると。あくまで、過程の一つですね。徳を全部集めたからって、いきなり聖者になれない。聖者になるためには、徳を、8つの徳すべてを手に入れて、で、その上で、アビスに行って、アビスの奥にある、写本を手に入れるのかな？読むのかな？まあ、それをすることで、聖者になれるそうです。で、アビスに入るためには、なんだっけ。アビスに入るためには、メモ。キーワードが必要で、そのキーワードを集めなきゃいけないし、で、さらに、そこに行くために必要なアイテムもあって、さらにそこの奥にある、写本の場所に行くためにも、写本用のキーワードが必要で、そこで必要なアイテムもあるらしいと。全然現在、進んでいませんね。デミトリーって誰？うん。ブルゴス。なんだかまだまだたっぷり遊べそうな感じだね。全然現状、序盤ですからね。60時間遊んでるのに、序盤ってどういうことなんでしょうね。あ、デミトリーメッケ。角笛。レディ・マーシーの次女ならば、そのことを教えてくれる。ようやく、まだ中ボス半分以上残っててラスボス相手に何するかもちゃんと分かってない。そうそう。まあ、本格的な情報収集、そういう関係の情報収集は、ダンジョンクリアしてからでいいかなと思ってるんで、後回しですね。まあ、ダンジョンはダンジョンで結構謎が多いんですけど。レディ・マーシーの事情。見事なたらい回し。ねえ。サーパンツホールドにいた、サーペンツホールドにいた、なんか主人公たちを怪しんでいた事情いましたよね。あの人かな？レディ・マーシーって、統治してる人ですよね。あの人に聞けばいいんだ。ラジャー。うん、2つあった。キャスト5、9話、5話、キャスト5番、9話、7。これでどこだ？これは、何かな？スカラブレイか。スカラブレイって何かあったかな？スカラブレイ。メリデット家の血を引く最後の者がいるって言ってますけど、メリデット家ってなんだ？満月。神殿は満月の門に入れって言ってるな。どういうことじゃん。ちょっと食料。うん、食料。素材やか。スパイダーシルクが少ない。食料屋さんはございませんか。あ、フードあった。20で。よし、こんだけあれば、しばらく持つでしょう。セーブして。さーて、ムーンゲートを開いてくれ。これもう何もしなくても、メニューとか開かなくても勝手に、月の月齢が変わっていくから敵と戦いたくないならば、伝ってればいいんですね。スカラブレイの月の形は、右側の月の逆バージョン。まあ、しばらくかかりますね。要は、ターンを進めないってことは、食料も消費しないのか。よし、もうちょっとで開く。よし。ここはどこだ？ここは一体どこですか？ここは、トリーシックかな？いや、違うな。ムーングローかな？あ、違うな。ジェロームか何を言ってるんだ。ジェロームって何かあったかな。ジェロームは、6分岐情報か。それぐらいですね。あと赤い石があった。そんなもんか。で、ここの月は、ジェロームの月は、ああ、そっか。まあ、もうしばらく、待機ですね。ああ、これ、毒辛いな。回復全然間に合わないな。あ、やばい。毒に突っ込んじゃった。キャストを、あ、キュアないや。ミックスキュア、BC。キャストを、キュア、5番。その、ムーンゲート待って。あれ？またここに来ちゃった。ムーンゲートもこれもこれでも面倒だな。満月のゲートに入りたいんですけどね。もう一個。よし。これは U ですね。U の近くだ。だったら、こっから海賊船入手しても、無理くりもう一回トリーシックじゃないや。なんだっけ。ミロックへ行く方法がいいか。ムーンゲートシステムが、ちょっと使いにくい。キュア PC、キュア PC、キュア1。上。お金があればな。まあ、ダンジョン行けば結構お金稼げるし。8人目はもうちょっと後ですか。ああ、しまった。移動したかった。待機。いや、敵いないから。いやー、ここでいいんですよね。ここで、まあ、ここでもいいのか。ちょっと想定してる場所と違うけど。いや、ダメだな。ここだとなんか違う場所に行っちゃうな。あ、でもなんかダンジョンがなんかあった気がするし、一応見に行くか。あ、痛い。あ、痛い。バッファー効いちゃってる。お前かー。上で。あ、そこに岩あるし。ああ、もう戦いづらい地形だな。よし。おお、やめて。あ、敵いない。のレベルキャップ達してるんで、あとステータスも完走してるんで、戦闘はそんな辛くはないんですけどね。ひたすらにめんどくさいっていうね。この辺なんかないのかなあ、あったあった。上。確かゲーム始めた当初、今左にあった神殿行って、なんかバリアで入れないっていう。それでがっかりした記憶がある。まあ今はルーンがあるんで、入れるはずですね。一回祈れるかな。セーブして。よし。正義の神殿。正義？あれ？正義って大丈夫でしたっけ正義の神殿？正義は U ですね。はい。じゃあ、正義。一周期。はあ。問題は、いや、マントラも入手済みか。このマントラ怪しいと思ったけど、それは別ですね。U でもらったってことは、ブツブツか、もしくは、銀融資の話ですか。歌ですか。BH。何時の心は純粋に、いけるんだ。人様の金を盗むことは、不義のことにて、容易に拭いされぬ罪なり。これは、1から3のプレイヤーに対する嫌味ですかね。そうですか。やべ、戦闘か。よし。もう一回いけるかな。正義。二周期。ダメだ。一回だけですね。P で。で、ここもスクリーンショット撮って。同じ主人公のはずとしたら、確実に拭いきれないレベルの窃盗量だよね。下手すれば国家予算並みとは言い過ぎか。街一つ、ね、買えるぐらい盗んでる気がしますからね。軍資金という名のもとに、借りたお金がすごい額になってそうですからね。まともに戦って、いやでも、3だったらばいけたのか。2もそうか。1は、2と3は、確かあれ、ダンジョンをうまく使えばお金稼げたんですよね。で、1は、お姫様助けるっていう、あれをひたすらやってればお金稼げるし、盗まなくてもある程度なんとかなったのか。私ひたすら盗んでましたけど。ミックス、キュア、BC、キュア、BC。大ごとの前の正直。そうそうそう。正義のためなら許される。そうそうそう。ね。1は盗まないとブラスター手にいらないし。いくら盗んでも、ね、結局のところ、世界が救われなきゃ意味ないんで、そのために必要な、世界を救うために必要なものだったんで仕方ないですね。犠牲は最小で済んだってことで。そうかそうか、1作目って、そうですよね、フェザーじゃなくて、ブラスター、盗まないと手に入んないのか。そういや、そうでしたね。窃盗は繊維だ。やっぱりシステム上用意されてる以上、ね、正義ですね。そういう風に、無理くり自分を納得させていくってことで。5は9。3番。キュア5、違う。マジック5、キュア、4番。マジックじゃないや。キャスト5番、キュア6、キャスト5、C の7。うん。いやー。海賊船来ないかな。こっちの海岸に船ないんで、船を、移動用の船として、一隻欲しいな。上。うん。ああ、そういえば、夏のフォーゲーマーのプレゼントで当たった、なんかのソシャゲのタオルが、届いてましたね。まあ、何のゲームか知らないけど。商品が届いてました。封筒という袋を開けて、中身確認して、そのまましまっちゃいましたけど。まあね。中は何か知らないけど、どんなゲームか知らないけど、まあ当たったっていう、その一点だけで、いいってことにしときましょう。右。よし。予想としては容赦なく使う。多分、置かれて、今、奥の方の棚に置かれてますけど、おそらく、次発見した時に何のためらいもなく封を切って使っちゃうと思いますね。特にコレクションするようなね、興味のあるゲームでもないので。だったらむしろ使ってしまうのが正義ですか。主人公たちが奪って乗りにしゃてた船を盗まない海賊たち。ああ、言われてみれば。どっちが正義かわからんな。ねえ、同じような海賊仲間かもしれないし、身内というか、仲間のものに手を出した時の報復が怖いから手を出さないとかありそうですね。もしくはこの主人公、アバター目指してる主人公連中が怖いからやめとけってやつですか。それでも手を出しちゃうお若さんたちが船を奪われると。ほんとこのゲーム、船売れればいいのに。一隻500円でも、あーしまった。全然いいのに。いや、これは突撃しないとダメなやつじゃないかな。いや、それじゃなくても硬い。ね、どちらが正義かわからないっていう。上。移動しちゃおうか。上。この魔法使いほんと硬い。ああ、そこでいないから。移動できない。ああ、ブロックしちゃったかな。大丈夫か。あ、まずい。時間ですね。じゃあこのヘビー倒したら、今日は終わりましょうか。このネズミ、一作目からずっと登場してる、常連ですよね。上。あ、敵いないや。ああ、違う。いやー、敵いないから。よし。じゃあ、セーブして。次回は、またミノックに戻って、ムーンゲートに入ろう。なんか、一回、セーブ&ロードしてもいいですかね。失敗した場合、セーブ&ロードしてもいいですかね。ムーンゲートに入るの失敗した場合、ダメージがでかすぎるので。はい。じゃあ、今日はここまでですね。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いやー、今日の進捗って何でしょうね。あー、徳を1個。正義の徳を1段階目。いけた。そこですね。よし。少しは、ほんのちょっとはあった。何もなしじゃなかった。よしよし。悪くない悪くない。よし。じゃあ、終了しましょうか。ご視聴並びに、書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。次回はまたミノックのムーンゲート。いやー、今日も進んだな。いやー、進みましたね。進みましたね。まあ、徳の一つの一段階目は進めたんで、ね。悪くはないですね。はぁ。あー、お疲れ様です。次回もまたウルティマ4ですね。お疲れ様です。そんな感じでまた次回もお時間合いましたら適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。今日はうちのメイドと隣の休憩室さんか。テンスラ、アマプラのテンスラって1週間遅れだっていうのに、さらに有料なのが無料になるのに10日かかるんで、実質見られるのはテレビで放送した後の17日後ですね。半月待ちですね。まったく。話を出してな